はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、新年明けましておめでとうございます。現在、1月の1日、2016年のね、1月の1日の、深夜、まあ2時です。深夜2時です。ので、年越しそばをね、食べまーすということで、まあ、食べながら。今回買ってきました。今日買ってきた、お酒はですね、新年一発目、日本酒じゃねえや、焼酎です。タンタカタンですね。はい。これまだ飲んでなかったということで、タンタカタン買ってまいりました。アルコール度数20度。シソ、焼酎、タンタカタン、焼酎、香類、おつ類、コンワとなってます。珍しいこともないか。シソ、使用割合が 1% 未満となっており、容量が 720ml。で、値段が確か1000円ぐらい。原材料が焼酎、香類が 88%。かっこ、糖蜜。で、焼酎おつ類が 12%。かっこ、デーツ。デーツっていうのと、シソを使ってるみたいです。製造者が、合同酒精株式会社、旭川工場です。あ、ここになんか、いろいろ書いてありますけども。まあ、これはまあいいや。タンタカとはアイヌ語でカレイ科の魚のことです。だって、アイヌ語。まあいいや、とりあえずですね、酒を飲みながら、新年も、ね、早速一発目、酒を飲みつつ、まあ、酒を飲みつつ、ね、蕎麦を食べつつ、いただきまーす。うまい。まあ、今年もね、またね、酒は、飲んで、ね、行きますけども、まあまあ、まあいつも通りね、やっていきたいと思います。それじゃ、乾杯。ああ。しそですね。梅というか、梅じゃなくてシソです。梅干しとかの梅じゃないですね。やっぱり。あの、梅干しについてくる、あの、シソの葉っぱの、あの香りっていうか、味っていうか。でもさっぱりして飲みやすい。飲みやすいですね。これはあれだな。あの、炭酸割りとか、ちょっとレモン入れて、炭酸割りとか。もしくは、なんで梅干しとか、入れて、炭酸で割ってもいいかも。まあね、今年、まあなったんですけども、まあ先ほどちょっとガキつか見てたんですが、まあね、ちょっと、見るの、まあ途中まで見て面白かったんだけど、ただ、まあ、
僕の隣のあの部屋にいる兄が、まあ、いるんですけど、あの、明日、早番っていうことなんで、あんまり笑ってると、あれですからね。迷惑です。うん、大変ですね。やっぱサービス業は。年末年始関係ねえから。なんか俺個人的には、あの、みんなが休んでるところを、なんか、働くっていうのが、ものすごい嫌なんですけど。でもムカついてこない、なんか。なんでお前ら、みんな休みなのになんで俺だけ働かなきゃいけないみたいな。ね。そういうのあると思いますけど。うん。まあ俺はちなみに1、あの、1、2、3。まあ三が日は休みです。まあサービス業ではないし。でもさ、サービス業の人も大変だよ。あの、12月31日、まあ俺仕事だったんですけど、まあ午前中だけだったんですけど、で、その後に、ちょっと買い物行ってきたら、まあスーパー、まあでかいスーパーなんですけど、もうめっちゃくちゃ人がいて、もう、でっかい駐車場がもう、満パンぐらいの入ってて。で、あの、レジの人は、ね。まあ、やってるわけなんですけど。大変だよな。本当にお疲れ様ですって感じ。俺ら、ね、休みなのに。下手すりゃあれだぜ。三が日も全部あれ出るんじゃないか。あの、レジの人とか。まあ当然休むとこもあるだろうけど。まあでもサービス業ってほら、あれだからね。そういうところが、あの、書き入れ時だから。でもこのカンタカタンあれだな。飲みやすいはいいけど、これロックで飲んだ方がいいね、これ。いや、ロックで飲んだ方がいいというより、ストレートとかロックで飲むような、まあ、酒なのかもしんないけど、俺は個人的にちょっと、これはあれだな、ストレートっていうか常温だとあんまり、冷やし飲みたいね。もしくはあの、炭酸水とか、割って飲むとか。レモン入れて割って飲みたい。これそのまま飲んでもあんまりうまいっていうかね。なんか微妙だな。別にうまくはねえ。ぶっちゃけ。いや、香類とかね、こういう系のね、なんか、さらっとした系っていうか、ほとんど癖のない系はね、
あ、これ焼酎コール 88% だから、ほとんどコールになるんだけど。だから、こういうのは大体、炭酸水で割って飲むのが俺の中だと。うん。常識なんです。ただ、おつ類とかの、いわゆる芋焼酎とかの場合は炭酸水で割っちゃダメなんです。逆ね。芋焼酎とかの炭酸水で割っちゃダメ。全然うまくない。あれはストレートで飲むに限る。もしくはロックで。だけど、コール類の焼酎っていうのは、基本的に、ストレートで飲んでも大して、あれだから、もう割って飲んだ方が、逆に風味が増される可能性もある。うん。水割ったことによってね、酒のね、酒っていうかその、アルコールの味が、薄まって、甘さとかが出てくる可能性があるんですよ。だから、炭酸水で割ると、うまいかもしれない。うん、あ、辛い。ネギ辛い。ネギはあれだよね。生で食うと辛いよね。ものすごい辛いよ。これ生なんだけど。普通は茹でるんだけど。辛い。ああ、辛い。もう蕎麦がそのまま茹でられてるやつ。選んだから。そばね。茹でそばみたいな。最初から茹でられてるやつ。で、ちょこちょこっとこう加熱して、はい、出来上がりみたいなやつだから。ネギも、そのままこう切って、バババって切って、入れただけだ。だから、ものすごい辛い。ネギは熱通ってればすげえ甘くなるんだけど。玉ねぎもそうだよね。マジでそのまま食うと。尋常じゃないほど辛い。本当に。しかも残るんだ、あれ。辛いっていうかね、唐辛子とかの辛さは、汗とかが出るんだけど、あれはもう、ネギ系の辛さは汗が出ないんだけど、やばい。もだえる。今年は、あそこ行こうかね。初詣。俺毎年初詣行かないんですけど、めんどくさいんで。最近行った時確か、なんか基地だったかな。おみくじ引いた時基地だったんですよ。んで、あ、おもんねって。なんか、ネタにもなんねえよ。感じ。むしろ大凶とか引きたいわ。むしろ大凶引くと運がいいらしいですよ。運が良くなるらしい。よくわかんないけど。大凶とかこれなかなかなんないから。それ引いただけ運がいいよ。感じ。あから。
やっぱでも年越しそばはあれだよね。月見そばに限る。卵入れると。卵入れると美味しいですよ。そう、全く関係ない話だけど、まあ、俺が住んでる新発田市っていうところ、新潟県のね、には、日本酒の酒造が、まあ、いくつかあるんだけど、その中で、まあ、一番多分有名な、菊水酒造っていうのがある。まあ、船口一番搾りとかが有名です。が、今日知ったんですが、菊水酒造、実は2種類あって、2種類あってっていうよりは、菊水酒造株式会社っていう、同じ、名前の会社がもう一つあるみたいです。どこだったっけ？どこだ？福島だか、いや、違うな。四国のあたりだったか。中国、四国地方あたりにあるみたいですね。全く、なんか、アマゾンで酒注文したんだけど、その時になんか、あれ？これ酒造が菊水酒造なのかと思って、はぁ、こんなん作ってたんだなと思ってたら、なんか調べたら、全く別物の会社で何と思って。そういうなんか法律とかないんですかね。同じ、全く同じだからね。文字も、だって、菊水酒造株式会社って、全くしかも同じ酒造で、酒会社で。ほら、菊水酒造ですかね。で、酒だから日本酒とかも作ってる。はぁ？と思って。で、日本酒の名前も菊水とかね。完全にパクリじゃねえかって、どっちがパクリなんか知らんけど。なんじゃこりゃと思ったね。そういう同姓同名のさ、なんかさ、会社作っちゃダメみたいな法律はないんでしょうか。日本には。紛らわしくてしゃあないわ。ホームページ見てさ、確認しないと全然わかんねえもん。所在地とか見て、これ本当に違うんかと思って。ホームページ見て、会社概要みたいなの見て、本社とかの所在地確認して、やっぱこれ完全別会社だなと思って。珍しいですよね。すげえ。全く同姓同名のその名前の会社があるっていう。まあ、いくつかあるのはわかるんだけど。なんていうかな。例えばさ、株式会社なんとかかんとかじゃないんだよ。株式会社なんとかかんとかっていう同姓同名のやつあると思うんだけど。これの場合は、菊水酒造株式会社だからね。いわゆる作ってるものも、酒っていうその種類でもう一致してるんですよ。だから、物も作るものも種類は同じだし、で、名前も同じだし、なんじゃと思って。かなり珍しいと思う。普通さ、株式会社、まあ、例えば、株式会社高橋とかさ、そういうんだったらわかる。同姓同名ってのいっぱいあると思う。まさか酒造だからね。同じ酒造で、酒造の会社で、同じしかも日本酒作ってて。はぁと思ったの。まあなんで適当にね、まあ買いましたけど。まあ、あと、実はヤフオクで買ったお酒も、
あります。これ目玉です。ずーっと前から飲みたかって。しかも値段が、7000円しました。ヤフオクで買いました。7000円。送料含めると8000円ぐらいな。送料含めて8000円ぐらいな。これ目玉です。超飲みたかった。ただし、残念ながらまだ飲めないんですよ。まだ飲めないんですよ。まあ一応紹介はしますけどね。飲むまで時間がかかるんですね。飲むまで時間がかかるというかね。まあ、これヒントですけど。まあ、すぐ多分アップすぐっていうか、数日後ぐらいにはもうアップするとは思いますけど。まあ、届いたらですね。その商品が届いたら。アップしますけども。あくまで、それは飲酒動画ではなく、紹介動画に。酒の紹介動画ということで、多分飲むことはないです。多分飲んだら、やばいです。多分、1年ぐらい寝かさないと飲めない代物なんで、ガチで多分、一年経たずに飲んだら多分、身体的にやばい。多分身体的にね、あれ、なんか起きるんだ。なんか起きる。病気になる。病気になるっつうか。病気になるっつうか、まあ、多分病気になるんだ。下手したら死ぬかもしれない。でもこれは長年欲しかった酒なんで。ね。長年よ。長年ずーっと前から飲みたかったなぁと思って。ね。ヤフオクで。お、7000円。これは買いだって。買ったんです。これはね。まあ皆さんも多分ヤフオクにね、まあなかなかないけど、なかなかないけどね、まあなかなかなくもないんだけど、高いんだよ。本当に高いものとかは、あれなんですよ。いくらすっか。もう何年ものとか何十年ものとかになると、もう10万とかする。10万はしないかもしれないけど、ヤフオクとかだと何万、3万、4万とか。いや、でも珍しいっすよ。珍しい酒。ある意味珍しい酒。ある意味っていうか、ある意味っていうか、まあ、珍しいですね。多分普通の家にはどこも置いてないでしょ。普通にその家に、その酒があったら、多分、それ、すごい。多分存在しない。存在しないっていうか、存在しなくはないんだけど、まあ、まあまあ持ってないだろうね。そこら辺に売ってる代物じゃないんで。これヒントです。実は店で売ってないんですよ、その酒。いや、正式には売ってるんだけど、まあ売ってないですね。売ってない。多分売ってない。おそらく、いや、売ってないこともないのか。売ってないんじゃない?でも売ってないんじゃないかな、あれな。多分売ってないです。少なくとも新潟県内で売ってる酒屋はあるかな。わかんないけど。少なくとも俺が近場で行くところでは、まあまあ売ってないですね。売ってなかった。どこにも売ってなかった。まあ売ってません。それほどの激レア
激レアなんだけど、まあ7000円程度で買えるっていう。まあ、まあまあ、ヤフオクならではではあるんですけどね。ヤフオクが結構一番簡単っちゃ簡単。入手が簡単です。まあヤフオクは結構個人販売が多いから。まあ俺が買ったのもそれ個人の。別に会社とか、あれじゃなく、個人販売です。まあ、タンタカタン、これさ、アルコール度数20度ってなってるけどさ、これ25度にはなんなかった。個人的に25度ぐらいの方がいいんだけど。まあ、いいか。まあ、これはあれだな、炭酸で割る方がいいな。炭酸で割って、炭酸で割った方がいいわ。とうとうこの2015年のあれを消す時が来たか。2016年にする時が来たか。とうとう2016年でございます。1月の1日。コクはない。コクは全然ない。甘みも全然ない。香りはまああるけど、まあほぼない。こともないか。貝かどうか貝ではないです。はい、1、2、3、3です。ご視聴ありがとうございました。